こんにちは、志向です。今回は透明水彩で夜桜を描きます。満開の桜が月の光で照らされている光景。以前描いた昼間の桜とはまた違った方法で描いてみました。アクリルや透明水彩で描いた桜などの絵は、タイトル下の動画の説明欄におすすめ動画としてリンクを貼っておきました。私の動画が絵を描くときの何かヒントになればと思います。そして私の瓦礫などはチャンネルの説明欄に載せておきました。よろしかったらご覧ください。今回使用した水彩紙はウォーターフォードです。水彩紙にはあらかじめ下書きを書いておきました。まず水彩紙に筆で軽く水を引いておきます。ここから表面が乾かないうちに桜の花の中心にピンクを入れてというか置いていきます。色を置いておくといった意味は、あとは自然に水でにじんでぼけていくので、下書きを見ながらその部分に色を置くだけで桜の花を引き立てる雰囲気を醸し出してくれるからです。花に入れ終わったら、今度はつぼみにもう少し濃いピンクを入れていきます。次は花を引き立てる緑をほんの少し花の茎の部分に置いておきます。さあこれから夜の色を入れていきます。夜といっても月があるので青の濃い色になります。まず花やつぼみの場所を避けて色を置いていきます。その時月の場所は塗らずに避けておきます。塗り終わったら水だけの筆でぼかしていきます。あんなに点々だったいろいろな色がソフトになりました。こんな感じで OK です。しっかり乾かします。ここからマスキングインクを使っていきます。だいたいこのくらい出して使います。まず花の一番手前の方を塗っていきます。手前の方の花5つぐらいです。マスキングインクは今回見やすいように水色を使いました。今回は残念ながらバックもなんか青っぽいので見やすいのか見にくいのかちょっとわからないんですけど同系色になってしまいました。乾かします。マスキングした花の周りを水だけの筆で軽く濡らしておきます。そこに先ほど使った色を周りに置いていきます。水だけの筆でぼかします。乾かします。次に先ほどマスキングしたより向こうの花びらをマスキングしていきます。また先ほどと同じ工程を繰り返します。
最後に一番遠いところにある花やつぼみにマスキングインクを塗ります。ここからは雰囲気作りを主に考えて色を大胆に入れていきます。ここから夜の空の色を入れるわけですが、月の場所は残して塗っていきます。下の方は水だけの筆でぼかしていきます。月は大きなハケで内側から外側にぼかしていくと光が広がっていくようにぼけていきます。筆跡が残らないように紙を傾けて紙の水分を誘導します。落ち着いてきました。ここはこんな感じで OK です。今回はもう少し月をはっきり描きたかったので、月の大きさを考えてみます。お皿を置いて、このくらいかもう少し大きくするか考えました。大きい方にします。まずカッティングマットにマスキングテープをちょっと重ねて貼っておきます。その上に月の形になるお皿を置いて、周りをカッターで切ります。出来上がった月の形を画面に貼ります。水彩紙全面にハケで水を引いておきます。改めて月の周りに夜の深い色を置いていきます。ここでまだ濡れているうちに水滴をまくと、花のバッグの月夜の複雑な様子を表現できます。
乾かしてから月の部分のマスキングテープを取っていきます。月がちょっとはっきりしすぎて硬く感じるので、月の内側だけ夜の色を入れてみました。これからマスキングを剥がしていきます。テープ状になっているラバークリーナーをちょっと切って消しゴムで消すように取っていきます。いかがですか？何回かに分けてマスキングしていきますとこんな感じにできます。イラストなどではこの感じでいけると思います。今回はここから花を描き込んでいきます。今度は遠くの花やつぼみから細かく描いていきます。遠くの目立たないところから描いていくと手が慣れてきて、最後に中心の花になる頃には躊躇なく柔らかな線などが描けるようになっているからです。ここからおしべを描いていきます。最後におしべと同じ色を月や月のちょっと左側にも入れて花となじませてみました。出来上がりました。今回は3回に分けてマスキングインクを使ってみました。ご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。